どすかいシルクロードステークスの予想してまいりたいと思います。えー、長い長い中京変則開催との戦いが終わりを迎えようとしてますね。来年からはシルクロードステークスも京都。いや、もうなんか、シルクロードステークスって中京のものなんじゃないかっていうようなですね。うん、染みついてきちゃった感さえあります。京都競馬場回収のおかげで、 中京競馬予想、たくさんやりましたよね。いい思いでも悪い思いでもあります。ギベオンのね、単を取り逃しちゃったなとか、ユニコーンライオン、湘南バルディ、いい馬券取らせてもらった思い出もありますが、気持ちよく終われるように、今回もいい馬券取りたいなと思っております。ということで、この中京の特殊な馬場との戦いですよね。やっぱこれが一番のポイントだと思いますんで、トラックバイスの話から行きたいと思います。これは先週の土曜日のレースですね。 あの話ししてきました通り、この中京開催 A コースは、グリーンベルト馬場になるんですよね。どうでしょうかね、これ、このレースでもやもやされた方ってのが多いんじゃないか。あの、一番人気がね、リビーナ、これが中京得意の福永騎手で一番人気だったんですけど、あの、大外分回しになったんですよね。これもう、一目瞭然なんですけれども、結局ね、あの、来た馬ってのが、こいつらなんですよ。 この馬たちがですね、1,2,3着になってるんですよね。ディビーナどこいますここですよ。ねえ。で、なんだよまた福永が4着だとかなんとか。いや、僕はね、なんかね、そういうことになりそうな気がしてたんですよ。そしたらグリーンベルトババアで、で、大外枠ですよね。で、グリーンベルトババアっていうのは、あの、どうぞここはいいんですよ。ここはもういいからみんな密集してるんですけど、その外側ね、 伸びないんですよ。ここ一番悪いんで。だから、ここ取れないとしたら、こっち行くしかないんですよ。やっぱここは綺麗ですもん、当然に。大外はババいいんで。なんで、僕はあの、なん、なんて言うんでしょう。合理的、事前の作為ってことだと思うんですよね。ここ取れないんなら、しょうがないですもんここに行くしか。だから、あのー、そんなに攻められた基準ではないと思うんですよね。いや、でもさ、こういうことになりかねないなと思ったんで、オンラインサロンでは、このレースは勝っちゃダメですと。 いやーこういうことになって、胸くそ悪いね、あの、わり方をしてしまう可能性があるので、手を出さない方がいいんじゃないか、みたいな話。ん、なんか本当その通りになっちゃったって感じですけれども、今週はそういった胸くそ悪い競馬にはね、なりませんね。なぜなら、ここが、もうこの綺麗だったグリーンベルト、これが全部、え、仮作で覆われます。なので、え、内側、左右内は、 ババは悪い。単純な外伸びババ。はい。あの、グリーンベルト終わって、単純な外出しババって感じになると見ます。なので、やっぱり狙うなら、差し馬。まあ、差し馬,とあ馬っていうか、外回る馬ってことになると思います。まあ現状ちょっと枠順出てない段階でね、予想する上ではですね、やっぱり、とりあえずやっぱり差し馬に、うん、順を絞っておくべきかなというふうに思います。 ま、展開的にはですね、そう、行く馬っていうのは、ま、テイエムスパーだとか、レイハリア、キルロードあたりですかね。だから、ま、逃げて撃ち回ってしまうんであれば、やっぱ買いづらいということで、このあたりはちょっとスルーさせていただいて、え、刺し馬ってことになります。で、有力馬たちですね。うん、三強ですかね。これら、ま、刺し馬ですよね。ま、あ普通に、怖いよな。普通にこれら有力差し馬で、決めちゃおうなんてことも考えましたけれどもですね。 金量。金量見ちゃうと引いちゃいますよね。ムインマーブル59ですもんね。やっぱね、数字見ちゃうとなんかね、引いちゃいますよね。これはまあね、双方はいい馬です。素晴らしい、綺麗なフットワークしてまして、中京コースなんてのは、一番向いてるかもしれないと思いますね。青いステクス、非常に強い勝ち方してます。後ろに馬場で、え功正攻法で外から刺してますんでですね。 えこういうきれいなフットワークの馬には向いてるコースだと思いますし怖いんですけど5 9キロですからね東進マーカオ 58.5kg 名村クレア 56.5kg ということでですねあの今まで背負ったことのある筋量を最大の筋量プラス 1.5kg も重い筋量処んですよね さすがに未知の領域。で、えー、まあこの3頭ともそんなに体大きい馬ではないですよね。ウィン・マーベル、トウシン・マカオなんてボバにしては結構小さい、えー、小柄な体型の馬なんで、あー、まあもうこれ、目つぶって買うということもできますけれども、どうでしょうかね。あのそれ以外の馬たちは結構まあしょったことある金量の馬たちがほとんどなんですよね。いや これは、まあ、ギャンブルということになると思います。なのでね。いや、東進マカオもね、この中で言ったら僕は一番買いやすいかな、なんていうことは思います。これもお父さん譲りの綺麗なフットワークしていて、コースは全然向いてると思いますし、ここにそう、本当に強いですね。まあ、いわゆる、阪神のゾンビババ、内伸びババのところで、外から、一頭だけ外回り離して勝ってますからね、強いんですけど、禁量ってことです。 ナムラクレアは僕は双方的なことで言ったらちょっと怪しいかななんてことも思います。中距離初めてなんですよね。これは比較的ストライドと回転のバランスが取れたまで、まあ、すごい典型的なスプリンターの双方をしてると思うんで、スプリンターとして完璧な双方なんですけど、それだとね、ちょっとこの特殊な直線が最も長い中距離コースだと、 ちょっと適正ずれる可能性もあるかななんて思うんで。で、左回りの新潟でも、まあ一度盆栽っぽいことをしてしまっているので、逆らう。あんま買いたくない、あんま買いたくないっていう感じですかね。マッドクールは56キロなんですよね。だから、この上がり馬を買いたくなってしまう気持ちもわかりますね。これも人気になるでしょうね。これも双法いい馬で、特に大きな心配っていうのはないですけれども、まあ、 先行場ですからね。内枠引いてしまったりして、えー、悪いとこ回ると、僕はトラックバイアス的に厳しいんじゃないかと思うので、今回のコンセプト的にはあんまり買いたくないということで、まあ、結局やっぱり穴馬狙いたいです。大外一気してくれる差し馬狙いたいところです。そこで、えー、ぜひ狙いたい大穴ファストフォース。これはだいぶ人気今ないですからね。 恐ろしいいやファストフォースが差し馬っていうまだ認識の方もいるかと思うんですけれども前走のこのレースぶりを見ていただければ今のファストフォースは違うなとこれは差し馬としてまた新たな新境地開拓したんじゃないかなと感じていただけるんでしょうか私はそういうふうに解釈してます。あの客室転換に成功して 怖い差し馬になったこれも,もね、何度も繰り返しになりますが、阪神のゾンビババもう、内打々ち打ち決着ですね、ガッチガチの内打々ち打ち決着のところで、一頭だけ大外から目の覚めるような、あの、一頭だけ違う、抜群の伸び足を見せていたのがファストフォースですね。実はですね、本当にこの、暮れの阪神の芝っていうのは、 とにかくうち狙いっていうことをしてたんで、まあ新緑化とかもそうですけど、こういう馬たちも買ってたんですよ。なので、ちびりましたから。うわ、なんか外からすごいの飛んできたと思ってですね、来ないで来ないでって思ってました。ファストフォースでした。いや、これは、あのー、一刀だけですよ。これほんとみんなうちですから。あの足使えるんであれば、僕は今回も差しに回るべきだと思いますね。いや、もともとが、 ゲートが遅いんですけれども、無理やり、あの、押して、前に、前を取りに行くっていう競馬してたんですよね。それがもう諦めたんですよね。この2戦ぐらいちょっと諦めてるんですよ。で、もう、外差しっていう感じしていて、そして前走、あの、素足に繋がった。で、私、基本的に差し競馬っていうのは、練習するとうまくなるものだと思ってるんですよね。よく聞くじゃないですか。 コメントでね、ありますよね。今、サスケは覚えさせているみたいですね。本当そうなんですよね。馬ゴミの後ろにつけて、このタイミングでエンジン吹かしていくんだよっていうのは、教え込むものだと思うんですよ。逃げる競馬ってのは、これ教えてもね、できるようにならない。っていうかまあ、逃げ馬ってのは僕は天性のものだと思うんですけれども。ね、逃げる競馬練習中なんてあんまり聞いたことないですよね。あの、サスケ上達してきたと思うんですよね。で、今、そのね、油が乗ってるんじゃないかと思うんです。で、逆に、 あんまりずっと刺す競馬を続けるっていうのも、新鮮さがね、失われるっていうんですよね。M の法則でしたっけねなんか、競馬馬はリズム変えた方がいいみたいな。そうした方が新鮮さがあった方がいいみたいなことっていう。僕本当にそれはあると思ってるんで、今ちょうど油が乗り切ってる感じじゃないかなと僕は思うんですよね。ここでまたね、なんかん、半端に行く競馬っていうのは、しないといいなと思うんですけどもね。はい。 で、筋量的なことで言うと 57.、57.5なんですよね。まあ、57までしか背負ったことないですが、一応57では勝ったことがある。で、プラス0.5ぐらいなんで、他にくら、他の馬と比べたらですよ。そんなに厳しい筋量でもないので、頑張ってほしい。非常にガサはある馬ですから、540キロとかある馬ですから、まあ、相対的に楽だろうというのはあります。で、あとはあれですね、体重がこのところ、 増増ええすすぎちちゃゃっってててていいこの走近くるんでで、えー、絞れてくればなお怖いですよね中京コースは向いてると思いますね。やっぱり双方的に見ても非常に大飛び。最初のダッシュがつかないぐらい体全体を大きく使う走りをしてるので中京戦には向いてると思ってました。で、実際にこの秋ですけれどもセントウイルステークス、メイケールの2着という。 非常にいいパフォーマンスしていますんで前に行った馬の中では一番粘ってましたもんね適性もありいや非常に今回かなり条件は揃ってるんじゃないかと思います、まあ、人気ないんであれば是非狙いたい馬ですただこの馬と完全に真珠って言ってしまうとですね内枠引いた時ちょっとどうにもならないですよねあの最初のダッシュも効かない馬ですし内枠引いて包まれたりしたら元もともこもありませんので スペアは一応用意しておかないといけないと思います。そうすると、外出しということなら、シャインガーネット。これはなんか手堅いところではないでしょうか。まあ、去年のシルクロードステークスがまさに、あの、今回、やってほしいといければですね。この時は16番枠っていうのにもちょっと恵まれましたがね。外回して、いい伸びでした。まあ、中京コースはファルコンステークスも勝っていたりして、得意なコース。 で55キロですからね去年のシルクロードステークスが5 4キロですから、まあ、実質据え置きってことですよねあの金利基準が変わったということを考えると据え、まあ、置きですから、まあ、全然変えますよねでもう一頭付け加えるんであればシゲルピンクレビこれもなかなか飛びは綺麗な馬で中京戦線には向いていると思ってます 三走前ですね。クラマステークスを勝ってますからね。このコースで。これなかなか強い競馬、完勝でしたね。この時は A コースでしたかね、えー。開幕2日目で、えー、非常に内が伸びていて、アスタールビーみたいな、あこういう馬が逃げ粘る馬場だったんですが、まあ、外回って正攻法で押し切る非常に強い競馬。ダディーズビビットっていうのも、まあ、中京の鬼みたいな馬ですからね。 その後も活躍して、セントールステークスで4着してる。まあ単純計算ですけれども、この馬をね、1馬身以上離して勝ってるわけですから、セントールステークスで上位だったという計算が成り立つまですので、勝負になって全然不思議がない。人気ないんであれば狙いたいところです。金量は 55kg。あ、鞍馬ステークスの時に5 5キロで勝ってますからね。も据え置きっていうか、実質マイナス1キロぐらいな。 感じじでですすから悪いいゃないですよねあというか、この時はあれですね、ダリーズビビットと1キロしか差がなかったんで、セントールにもし出てたら56、5 4キロで出て,た,出てったっていうことになるのかな、そうするとかなり m a y エールに迫っていたぐらいな計算になるんじゃないでしょうかね。いや、これやっぱりこのレースっていうのは価値が高いですよね。いやー、これは狙い目かもしれません。ということで、やっぱりこれら、 差し馬を狙いたいトラックバイアスってことだと思います。まあ、あとはやっぱり1200メートルコースなので枠順を考慮に入れて最終予想はメルマガオンラインサロンの方でやる予定ですので概要欄のチェックしたり検索などをしていただけましたら幸いです。いやー本当にですね、先週アメリカジョッキークラブカップ予想外しちゃってすいませんでした。 いやー最近ですね、レース選びが良くない。えー、っと、もう片方の動画作らなかった方の住所東海ステークスの方。見てください、これ。ねプロミストオーリア。本命で、対抗萩野レグレス。もうこれ、印順に決まったっていうような予想できてたんですよね。こっちの動画作れば良かったんですよね。もうこれもう本当たまたまですね。まあそういう時もありますね。 動画で取り上げないレースの方がね、たまたまこのところ調子がいいんです。まあなので、えー、よければ、メルマが無料ですんで、そちらの登録とか、オンラインサロンを検索していただけたりなどすると幸いでございます。今週はシルクロードステークスの方が、爆穴当たりますように祈っております。最後に見ていただきありがとうございました。